今帰り。ああ、佐賀なの？うん、偶然だね。あのさ、もしよかったら。そっちの子は？え？別の学校みたいだけど。もしかして彼氏？邪魔したら悪いね。また明日。え？あ、ちょっと！あの、相良美咲さんでしょ？あんた誰よ？島勝樹。見覚えあるでしょ？ねえ、待ってよ。待たない。私はあんたを見たこともないし、恩返しされる覚えもないの。そっちにはなくてもこっちにはあるんだよ。そっちにあってもこっちにはないの。大体あんたのおかげで、五十嵐君に勘違いされちゃったじゃないのよ。もういい、帰る。待って、願い事を言ってよ。願い事？僕は君の願いを叶えに来たんだ。だからそれまでは帰れない。じゃあ目の前から即刻消えて。不満？そりゃそれが願いならいなくなるけどさ。でもそんなんじゃ気が済まないっていうか、あれだけお世話になったんだから。僕が小学生の時だよ。確か君はお母さんが入院してて、それでお見舞いに来てたんだ。その時病院の中庭にいた僕を君が励ましてくれた。覚えてないかな。車椅子に乗って猫を抱いてたんだけど。思い出した。本当？でも私何もしてない。ちょっと話をしただけじゃない。そんなことないよ。君のおかげですごく勇気づけられたんだから。私どんなこと言ったの？忘れた。ええ、でも感謝してるのは本当だよ。だから恩返しがしたいんだ。じゃジュースでもおごって。ええ、それで十分だって。本当にそんな恩に着せるようなことしてないもの。あのさ、いいかい、願い事は何でも叶えられるんだ。僕はそういう力のあるものを預かってる。だから遠慮しないで本当に叶えたい願い事を言ってほしいんだ。何よそれ、魔法のランプか何か？ランプじゃないけど、そういう風に言われたんだ。誰に？さあ。あなたって変わってるわね。そうかな。それにロマンチスト。私悪いけど、そういうのって信じられないたちなの。あの。わざわざお礼を言いに来てくれてありがとう。病気が治ってよかったわね。それじゃ、元気で。おはよう。ミサエ、誰この子？かわいいじゃない。五十嵐くんやめてこの子にしたの。拷問なんかで待ってんじゃないわよ。苦しい、苦しいよ。さっきとユキに勘違いされちゃったじゃない。噂が立ったらどうすんの？勘違いって？あのね、あなたは男の子で私は女の子。想像つかないの？あ、そうか。相良さんって五十嵐くんのことが好きなんだよね。すごい直球で言ってくれるわね。相良さん美人だから大丈夫だよ。そうだ、告白しようよ。僕もついていくからさ。どうして、どうしてあんたに付き添われて告白しなきゃなんないのよ。やばい。あのね、あんた私の願いを叶えに来たんでしょ。なのに邪魔してどうするの。じゃあ願いは五十嵐くんと結婚する。それでいい？そんなのダメよ。どうして？人の心を操ったりしちゃダメ。おかえり。いきなりひどいな。校門で待つなって言ってるでしょ。ミサエ、本当にこの子につきまとわれてるのね。島くんだっけ？あのね、ミサエには好きな人がいるの。こんなところを五十嵐くんに見られたら。俺が何？おう、相良の彼氏じゃん。俺にも紹介してくれよ。違うの、全然そういうんじゃないの。ちゃんと分かってくれたかな。大丈夫だよ。五十嵐くんもきっと相良さんのことを好きになってくれるよ。あんた本当不思議よね。何が？私が他の男の子を好きでも
焼いたり嫌な気分になったりしないの？うん、多分そういうことに疎いんだと思う。そういうところは嫌いじゃないな。なんか純粋でいいねって話。あんた風邪ひきたいの？うわ、まったく。せめて傘ぐらい用意しときなさいよ。雨が降るなんて思わなかったんだよ。はあ、なんでこんなやつの世話してるんだろう。私ごめん。謝るくらいなら世話焼かせないでよ。ほらジャージ借りてきたげだから着替えて。うん。ほんとにもう、何でも叶える力があるなら雨ぐらいやませられないの？それはダメだよ。願い事は一つだし、それは相良さんのために使うんだから。はあ、なんでそんなに恩に来てくれるのかね。何話したかも忘れてるくせに。多分内容じゃなくて話せたことに意味があったんだよ。相良さんって前向きだから。まあそれはよく言われるわ。そういう相良さんに会えてそれで頑張ることができたんだと思う。だからやっぱり相良さんのおかげなんだ。授業だからもう行くわ。後でこっそり抜け出すのよ。うん。おう、相良の彼氏じゃん。うん。またあいつのこと待ってんの？あの、僕相良さんの彼氏じゃないです。そうなの？はい、相良さんには好きな男の子がいるそうです。うん。あのさ、ちょっと頼まれてくれるか？どうしたの？しけた顔して。もしかして本当に風邪ひいた？じゃあどうしたのよ、悩み事？相良の気持ちは分かってる。でも俺にはこうして彼女がいるし、今のうちにそれとなく伝えてやってほしいんだ。五十嵐君、みんなにいい顔しすぎるんだよ。しょうがないだろう、性分なんだ。だから頼むよ、なるべく傷つけないようにさ。ほら、何があったのよ。お姉さんに相談してごらんなさい。もしかして恋でもした？そうかもしれない。え、マジ？今かなり適当に言ったんだけど。でもそれでどうして落ち込んでるの？それは、僕はその人に悲しい報告をしなければいけないから。どういうこと？その人には他に好きな男の子がいて、でもその男の子にはもう彼女がいるんだ。それを伝えてくれって頼まれた。なんかややこしいのね。でもそれってチャンスじゃない。その子が失恋のショックで落ち込んでるところを慰めてあげれば、あなたのことを好きになるかもしれないじゃない。ほら島君、へこんでないで前向きに考えましょうよ。ね、これって絶好のチャンス。そんなこと思えるわけないよ。相良さんが僕の立場だったらそう思うの？思えるの？その人のこと好きなのに、その人が悲しい目に遭ってチャンスだなんて。ごめん、ごめんね。私の周りにいる子ってみんなそういう風に前向きに考えるやつばっかだから。
くん。サキさん、ユキさん、ミサイなら今日は休みよ。朝サキんちに電話があったんだって。風邪ひいたから今日は欠席するって。そうですか。やっぱり何かあったのね。ミサイが学校休むなんて普通じゃないもの。ひょっとして五十嵐くんにこれ。そっか、振られちゃったのか。ミサイかわいそう。でもね、島くん、私たちミサイには五十嵐くんよりあんたみたいな子の方が合うと思うの。ミサイのこと慰めてあげて。後で公園に呼び出しとくから。相良さん、し、島くん、どうしてここにいるの？あの、相良さん、じゃなくて、ミサイさん。何を？恋は、遠い日の花火のようなものだね。どういう意味？パーッと砕け散った方が綺麗だってことだよ。己は喧嘩売ってるのかい。ごめん。あのさ、これ使ってよ。別に泣いてなんかないわよ。じゃあトイレで髪がない時にでも。己は気を使ってんのか使ってないのかどっちだ。変なことばっかり言って。どうせユキとサキの入れ知恵でしょ。わかった。あんたが自分からそんなこと言うはずないもんね。どうせなら自分の言葉で何か言ってよ。どうして謝るの？きっと僕にも悪いところがあったって思うからかな。何言ってるのよ。あんたに悪いところなんて。思い返すとたくさんあったような気がするわ。本当にごめんなさい。でもね、私が今落ち込んでるのは別のこと。あんたのせいじゃないわ。そうなの？もしかして今が私を落とすチャンスだと思ってる？昨日私が言ったみたいに。そんなこと思ってないけど。そうよね。あんたは私に恩返しに来ただけで、別に私が好きとかそういうことじゃないんだもんね。そんなことないよ。え？あ、そうなの？やっぱり私のこと好きなんだ。もうそうなんだ。あのさ、どこがいいの？私の叱ってくれるところとか、心配してくれるところとか、あとプロレス技かけられる時もミサエさんのいい匂いがして好きでした。最後はいらないと思うけど。ごめん。いいわよ、謝らなくて。ありがとう。いえ、どういたしまして。ミサエ、今日時間ある？駅の向こうに新しいアイスクリームのお店ができたんだって。ごめん、今日もほら、せっかく待ってるのに付き合ってあげないとかわいそうだからさ。じゃ、うまくいってるみたいじゃない。嬉しそうな顔しちゃって。生徒会長？そう、こう見えても私学校史上初の女子の生徒会長なのよ。すごいんだね、ミサイさん。もうすぐ秋祭りでしょ。うちの学校でも協力することになってて、それで今ちょっとバタバタしてるのよ。秋祭りでね、もし予定なかったらさ、私と一緒に行かない？秋祭り。
ねえ、絶対バレるよこんなの。大丈夫、似合ってるから。そっか、ミサエさん忙しいんだ。そう、生徒会の会議だって。遅くなること君に伝えてくれって。ミサエさんが仕事してるところを見てみたいな。は？あ？っていうか、可愛すぎて腹立ってきたんだけど。この愛をそっと君に。吉野先輩よ。相変わらずすごい人気ね。ねえ君、どこのクラスの子？はい。見かけない顔だね。転校生？学校案内してあげようか？まあいいえ、この子には私たちがついてますから。どうぞお構いなく。遠慮すんなって、別にナンパしようなんて気ないからさ。本当にいいですから。芝君、早く行って。ラスト名前教えてよ。本当いいです。ちょっと待ってよ君。待ってって。それじゃあ次の議題。ギターを持ち込んで騒いでる生徒の件。歌うのは別に構わないけど、教室で騒ぐかっこいいな。生徒会室に何か用？用があるんだったら入ってもいいのよ。別に立ち入り禁止じゃないんだから。あ、でもそのあの。だから相良さん、伊吹先生、お話し中ごめんなさい。この子が用事があるみたいなの。どうしたの？ん？あ、すっごい可愛い子。こんな子うちの学校にいたんだ。ありがとうございます。何か言いたいことがあるの？何でも言ってくれていいのよ。生徒の意見を聞くのが生徒会の仕事なんだから。あの、ん？これからもずっと一緒にいてもらえると嬉しいです。どういったご関係で？すみませんでした。最高に面白かったわよ。笑い事じゃないよ。僕だってバレちゃったかな。大丈夫大丈夫、かえってその格好の方がミサイに好かれるんじゃない？そんなはずないでしょ。そうだ、忘れてた。ねえ島くん、これから予定ある？あ、さっき二人で話してたんだ。今日は君ん家に遊びに行こうかって。え？そっか、ミサエってまだ君ん家に行ったことないんだ。彼女より先に自宅に上がり込んじゃう優越感。ねえ、後でミサエに自慢してやろうよ。どうしたの？やっぱり気が進まない？ううん、そうじゃなくて、家がどこだったか思い出せない。なんだ、ちゃんとあるじゃない。変な冗談言わないでよ、もう。何かご用ですか？こんにちは。どうしたの？ただいまって言いなさいよ。カツキのお友達ですか？はい。それはわざわざすみません。どうぞ上がってカツキにお線香をあげてやってください。そうだ、思い出した。本当の島カツキはもういないんだ。僕は本当は島克樹じゃなくて。あ、ちょっと待って。ねえ、どういうことなの？何か事情があるのね。私たちにできることある？ねえ、これだけは覚えてて。
私たち君のことを信じてる。私たちにとって君は島くんだから。私たち何があっても友達だからね。ありがとう。ミサイにはこのこと黙っておくから、話さなくちゃいけないことがあるなら自分で言ってあげてね。うん。やっと思い出した。僕は島克樹じゃなかった。それは僕にとって一番大切な人の名前だった。僕たちは長い長い時間を一緒に過ごして、そしてその人は僕に最後の願いを託した。僕はその願いを叶えるためにやってきたんだ。やっと来た。ごめん遅くなって。まあいいわ、いつもは私があんたを待たせてるんだもんね。昨日の女の子あんただったんでしょ。やっぱりわかった。わかるわよ、毎日顔を合わせてるんだもの。ごめん迷惑だったかな。いいの、どうせあれもユキとサキの差し金でしょ。願い事？うん、僕はそのためにやってきたんだもの。ほら、この中に願いを叶える光が。あれ、ない。最初から何も入ってなかったんじゃないの？出なければ今の私には必要ないってことよ。大事なのは今の私たちが幸せだっていうことなんだから。でもこっちも大事なんだ。そう言われても。あ、そうだ、何か思いついた？うん、思いついた。それじゃあ島くんが待ちに待ってた願い事言うね。ずっといつまでも私のことを好きでいてください。いつまでもいつまでも私のことを好きでいてください。それが私の願いです。ごめん、びっくりした。やっぱり僕はこの人が好きでした。短い間だったけれど一緒に過ごした時間はかけがえのないものでした。ユキさんもサキさんも好きでした。4人で過ごす時間が大好きでした。昨日あんたが言ってくれたことの真似。もうどうして泣くのよ。ごめん、本当に放っておけない子よね。ミサエさん、ん？本当に本当にありがとう。私何か飲み物買ってくるわ。ここで待ってて。好きでい続けます。ずっといつまでも。